2016の演舞オリジナルのテーマは六波羅蜜寺と冬屋伝説です。この会場をもって神戸よさこい1日目の最後の演舞となっておりますので、青柳一同心より精一杯踊りますので、手拍子、足拍子、心拍子のほどよろしくお願いします。君さね、参ります。おぼろ月夜に誘われて現るが炎の竜、一人の男に訪れる摩訶不思議な物語が今紐解かれる。